はい、あやめです。よろしくお願いいたします。それでは今回は藤井竜王対阿久津八段の B 級1組順位戦のハイライトやらせていただきたいと思います。先手が藤井竜王、後手が阿久津八段で横歩取りの進行となりました。まあ、最近横歩取りっていうのも結構珍しいですが、阿久津八段としては研究十分の形だったようです。そして5八玉と中住まいに構えまして、8二飛車と再下段まで引いていきました。でここから3六歩と藤井竜王は青の竜の陣形で対抗していきます。でここで2六歩と後手が狙いの一着を放っていきました。まあ、ここで3八銀と上がる手もありますし、3八金と上がる手もありますし、いずれも一局の将棋なんですが、藤井竜王は3八金とこちらに上がっていきました。でそして2二銀、3五飛車、4二玉と阿久津八段は4二玉型に構えていきます。まあ、これ中住まいの形もありそうなんですが、4二玉型で、この2六歩と合わせて速攻をしていこうと、そういう形ですね。そして先手は8七歩と一回堅く守っていきました。まあ、放っておくと8八角成から4四角で、銀と飛車の両取りと、そういった筋もありますので、それを受けた一着ですね。そして後手は7二銀と上がっていきます。で先手は3七桂と跳ねました。まあ、この後この2六の歩を取り切れれば先手が優勢、逆にこの2六歩を活かして速攻が決まれば後手が有利と、そういった形の展開となっていきます。で実戦はここから8八角成と後手が指しまして、同銀に4四角ともう一発打っていきました。まあ、簡単に2六の歩を取られてしまうと後手がかなりまずいので、この4四角で紐をつけつつ、4四角を軸に攻めていこうと、そういった手ですね。で先手は6五飛車と回りまして、以下8四飛車と浮いていきます。このあたり阿久津八段全くその悪手らしい悪手っていうのはないんですが、実はすでに先手に200点ほど触れているという形勢になっております。まあ、このあたりが最近あまりそのタイトル戦とかで横歩取りを見ない理由といったところでしょうか。まあ、どうしてもそのソフトで研究していくと、横歩取りの序盤で先手にプラス200点ほどどうしてもね触れてしまうという変化が多いようで、それが最近プロ棋士があまり横歩取りを指さない理由というお話を聞いたことがあります。で実戦はここから7七角と藤井竜王が打っていきました。まあ、先手としては一歩得してますし、またこの2六の歩をなんとか取り切ることができればさらに優勢が拡大します。で実戦はここから後手が3三桂馬と桂馬を活用していきました。まあ、ちなみにここから同角成は同桂と左の桂馬を活用されて、まあ、将来的に6五桂から4五桂のようなラインで、5三地点を狙われると、そういう筋もありますので、ちょっと嫌ということですね。ということで3三桂と跳ねていくんですが、先手は4四角と取りまして、同飛車に1回2八歩と受けていきました。まあ、2八歩で、例えば1六歩とかほっときますと、7四角という手がありました。で飛車をかわすと、2七歩成と成り捨てて、取って4七角成で後手が優勢になるというところですね。まあ、ということで、4四飛車、何気なく見えて、恐ろしい一着でしたので、先手は2八歩とおとなしく受けていきました。そして後手はここから8四飛車と、まあ、4四地点にいても使えませんので、2八歩と受けたことに満足して戻していきました。そして先手は7七桂と活用していきます。まあ、6五飛車がいなくなれば6五桂と跳ねて5三地点を狙っていこうという非常にこう積極的な一着ですね。で後手はここから1四歩とついていきました。まあもう堂々と先手にやってこいという非常に強い手渡しですね。ただ結果的にこれがさらに差が開く要因になったようです。ここでは例えば5二玉から、6六飛車なら、4二金とか3一銀とかこういう形で中央に駒を集結させる方がより粘れたというふうに、まあ、AI の評価値では出ておりました。そして実戦は1四歩と、ただこれももう先手に攻めさせてカウンターを入れていこうという勝負術ですね。そして先手は5五飛車と回りました。これが次の7五角や、6五桂などの手を見せてかなりいやらしい一着となっております。でここでまあ6二金のように中央を厚くする手も考えられたんですが、阿久津八段は1五歩とさらに手を渡していきました。まあ、これも非常に強情な一着ですね。
まあ、とにかく先手に攻めさせてカウンターを狙っていこうという恐ろしい一着となっております。で、藤井竜王としてもここで、5六飛車とか一回手待ちをする手は十分考えられたんですが、7五角と強く踏み込んでいきました。これが藤井竜王の、棋風ですね。いけると思ったら行っちゃうと。で、7五角に対しては8四の飛車取りかつ5三の角成りを見せておりますので、同時に受ける手が必要なんですが、実戦は6四飛車と回っていきました。まあ、ちなみにこの手では6四角と打つ手もあるんですが、この場合は一例として同角同歩となった後に5六飛車と引く手があります。これが次の3五歩から2六飛車と2六の歩を狙っていて非常に厳しいですね。一例として6三銀なら3五歩とついて次の2六飛車の展開を見せて先手がさらにリードを拡大すると、そういった状況になってしまいます。阿久津八段としてもおそらくそれをちょっと嫌った飛車の展開だったと思うんですが、ここから同角同歩8号車と回ってさらに差がつく格好となりました。まあ、次の8二飛車成がシンプルですが非常に受けづらいですね。で、8三歩などと打ってしまいますと、後手の駒台から歩が消えてさらに差が開いてちょっと勝ち目がなくなってしまうと判断した阿久津八段は7一金とじっと辛抱を重ねていきました。まあ、これも非常に辛い手ですね。で、先手は3五歩と系統を攻めてリードをさらに拡大していきます。まあ、評価値でいうところの1000点ほどのリードという形になりました。まあ、先手は飛車を手持ちにしている上に3四歩の系統攻めが残っておりますので、いくらでも手が続く形となっております。そしてここから阿久津八段3六歩と攻め合いに行きました。まあ、仮にここで2三銀のように系統を受けたとすると、2一飛車と打つ手が7一の金取りかつ1一の飛車取りで非常に厳しい手という風になっております。これはちょっと後手が負けてしまいます。まあ、ということで仕方なく3六歩と攻め合いに行ったんですが、まあ、構わず3四歩と突かれて痺れたようです。で、ここで3七歩成と取りまして、まあ、先手も3三歩成かなと思っていたんですが、藤井竜王は、歩成を決めずにじっと冷静に同金と取っていきました。まあ、これもまた落ち着いた一着ですね。まあ、三三歩成決めても全然良さそうなんですが、まあ、同金の方がさらに、この、取った時に後手が困るというふうに見ております。4号桂も2号桂も同飛車で取られてしまいますので、結局この桂馬を助ける手段はないということで、阿久津八段は1二角と打っていきました。まあ、次に桂馬を取らなければ、三四の歩を払っちゃおうという手なんですが、先手は当然三三歩成と踏み込んでいきます。そして同銀の時に6八金と寄っていきました。もし6八金と寄らず、例えば3八金とか刺しますと6六桂が王手金取りで、同歩と取れば1二の角で7八角成と取れるということですね。まあ、この手順を狙った阿久津八段の1二角だったわけなんですが、藤井竜王はこれを簡単にカンパして6八金と傷を消して勝勢を確定させました。まあ、先手は6六桂さえ消してしまえば安泰な陣形ですね。ということでそこから後手は3六歩と打っていきました。まあ、これも一発を狙った一着で、仮に同金なら6三角と、飛車と金の両取りをかけるという手がありました。ただ先手は3八金とそれも見破って冷静に引きまして、落ち着いて対応されると後手にどん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 手がなくなっていきますね。で、ここから後手は4五桂と勝負手を放っていきます。次の3七歩成を見せた非常に厳しい一着で、まあ、4九桂などと受けても先手が十分だったんですが、ここから藤井竜王は素晴らしい決め手を放っていきました。それが3四歩ですね。まあ、銀と角の焦点に打つこの歩が決め手で先手が勝勢となりました。例えば同銀なら2四桂と打って金と角の両取りがかかります。まあ、これはちょっとダメそうなんで、じゃあ同角はどうかって話になるんですが、実はこれが本譜ですね。ここから3五歩と藤井竜王が打っていきます。そして1二角と引くしかないんですが、ここで3四桂と王手したのが手本ながら厳しいですね。よく見てみると、例えば5二玉だと
1、2の角の紐が切れるので、4号車と桂がボロッと取れて、先手が必勝形となってしまいます。ということで、後手は仕方なく、同銀と、守備の要の銀を差し出していくんですが、同歩で、万事休すですね。次、4号車の桂取りが残ってしまっておりますし、例えば、同角と取っても、2、1飛車が、7、1の金と、1、1香の両取りで、これもちょっと後手がダメになってしまうと。香車取られると、3号香車とかも残ってしまって、致命傷になりますね。ということで、実戦はここから阿久津八段、潔く3七歩成と、攻め合いに出ました。半ば形作りといった手ですが、先手も間違えれば一遍に逆転するという非常に恐ろしい一着ですね。ここから藤井竜王は4号車と取りました。で、阿久津八段も潔く3八と金と金を取って形を作っていきます。ちなみにここで3四角と粘る手に対しては、3号飛車がぴったりとなります。角とと金の両取りで、3三歩なら3七金とと金を払って先手が必勝形になるということですね。ちょっとこの図になると、あまりにもこう、起伏として美しくないということで、阿久津八段3八と金と取りまして、以下3三銀と藤井竜王が一刀両断で決めに行きました。王様貸しても金を取られてしまいますので、同金と応じまして、同歩成、同玉、3一飛車と進行していきます。これも美しい迫り方ですね。例えばここから4二玉と引いて、一見左に逃げられそうに見えるんですが、その場合は4一飛車成という詰め将棋のような手がありまして、一遍に決まりとなります。同玉なら4三飛車成と取りまして、どこに関しても金打ちから押していって詰むということですね。例えば歩合しても金打って逃げて取って逃げて最後は3三もしくは1三に桂馬を打って詰みということになります。ということでちょっとこの展開も負けてしまうということで後手は3二歩と打っていったんですがそこで2五桂が厳しい一着となりました。で実戦はここから阿久津八段が2二玉とかわしていくんですがそこで3二飛車成と歩を取るのが最後の決め手となりまして、同玉に、3三金まで投了ということになりました。非常に、見事な投了ですね。で仮にここから2一玉なら1三桂ならずとしまして、3一玉なら3二歩、4一玉、4三飛車成と取っていきます。そして5一玉なら、4二金と潜りまして、6二玉に5二竜までの詰みでした。ちなみに今のところなんですが、この2号桂に対して、4二玉も同じように、3二飛車成から詰みですね。あとはもう一つ、4一飛車成と捨てる手もありまして、同玉4三飛車成で合駒なら、5二金から押していって詰むと、こういう手順もありました。これは本当にどちらでも大丈夫ですね。ということで、実戦は、この2号桂に、2二玉とかわして、3二飛車成、同玉、3三金から藤井竜王が鮮やかに詰まし上げて、これで投了で勝利ということになりました。藤井竜王が81手、短手数の解消で9勝2敗と、勝ち星を9勝に伸ばしました。でこれで、今行われております、松尾八段対、稲葉八段戦におきまして、松尾八段が勝利すれば、藤井竜王、本日の A 級昇級が決まります。今のところ松尾八段が若干リードという情報が入っておりますが、稲葉八段が逆転勝ちすると、藤井竜王の本日中の昇級はなくなるという格好になっております。果たしてどうなるでしょうか。ということで、ここまでご視聴いただきまして、本当にありがとうございました。B 級1組順位戦の、結果速報におきましては、明日の朝、動画出させていただきたいと思いますので、そちらもどうぞよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。